ひださんです。今日はこちらの脱衣所にねエアコンをつけていきたい。このコンセントね、元はね扇風機がついてて、リフォームで今度はねエアコンつけたいよということで、中古のエアコンをこれからつけていきます。それで、電源はね、専用じゃないよということで、短い距離ではありますが分電盤まで線を、個別に引っ張ると。さあ穴を開けていくよ。穴を開けてね、電線をつないであげて、今日はね外をね接続する。とりあえずね狭いところなので、配管はね引っ掛けてから接続しました。さあコンセントのところからね、線を通してからねアース付きのものに交換したい。元々の線はテーピングして、このボックスの中にしまい込みました。さあ線を通して通線してね、引っ張れるかな。竿を持ってきて、その線を引っ張り込みましたよと。そして分電盤に入れてあげました。さあ試運転どうだ。暖房30度、よさげー。